ロビニアメス・オロフ・シェーン・ベリは、スウェーデン・ヘッスレホルム出身のポップミュージック歌手である。スウェーデン・マルメで開催される2013年のユーロビジョン・ソング・コンテストで、スウェーデン代表として、ユーを歌う。シェーン・ベリは、マルメで開催された、音楽祭、サマー・キャンソンで優勝を果たす。翌2007年、勝ち残った5人が、ボーイバンドのメンバーとなるイベントに参加して、 その一人に選ばれ、バンド、What's Up? を結成する。この時、同じバンドのメンバーには、エリック・サーでもいた。バンドは、アルバム、インポーズを発売し、スウェーデンのアルバムチャートで40位に入った。また、収録曲から2枚のシングル、Go Girl ーー、および、If I Told You Once が発売され、スウェーデンのシングルチャート、スバリーエット・プリストンにおいて、それぞれ5位。 16位となった。バンドを去ったエリックサーでは後にユーロビジョンソングコンテスト2011においてスウェーデン代表を務めており、ユーロビジョンソングコンテスト2013のスウェーデン代表に選出されたシェーン・ベリは同バンド出身の2人目のユーロビジョンスウェーデン代表となった。シェーン・ベリは音楽オーディション番組アイドル2011に参加し2位となった。決勝の投票では シェーンベリは48%、対するアマンダ・フォンデルは52%を獲得し、優勝を逃した。アイドル2011の後、初のソロシングル、オールディス・エ画が2011年12月2日に発売される。なお、アイドル2011の優勝者、アマンダ・フォンデルによる同じ曲の別バージョンも別個にシングル化された。シェーンベリはレコード会社、 ライオンハートミュージックグループと契約を交わす。アイドル2011で自身が歌った楽曲を集めたアルバムマイバージョンは2012年1月4日に発売される。同アルバムからの初のシングルカットはビヨン世間曲のヘイローであった。ユーロビジョンソングコンテストの国内選考であるメロディーフェスティバーレン2013に楽曲 You で参加する。 2013年2月23日にマルメで開催された同大会の第4準決勝で3位、4位となり3月2日カールスタードでの敗者復活戦に進む。敗者復活ではマルティン・ロリンスキを抑えて首位となり決勝進出を決める。3月9日の決勝戦で優勝を果たし5月にマルメで開催される。 ユーロビジョンソングコンテスト2013のスウェーデン代表となることが決まった。シェーン・ベリはメロディーフェスティバー連の敗者復活戦から勝ち上がってスウェーデン代表の座を射止めた最初の人物となった。ありがとうございます。